はい、皆さんこんにちは、カゼントです。こんにちは、トクです。サバカやっていきたいと思います。はい、見てサバカにシールが、おおおお。昨日ね、息子と新幹線乗ったんですけど、はい、その時にあの駅員さんがシールをくれて、はい、なんか息子がここに貼ってました。かわいい、うん、敬礼してたよ、ちゃんとこうやって、うん、はい、ということでね、あのサバカですよ。まあビンゴチャレンジからお見せしていこうかな。はい、まあ、こっちはいろいろねお見せしながら、うん、やっていきましょうよ。ちょっと雑談っぽくやっていきましょう。まず初級全部クリアしました。はい、続いて中級こんな感じです。おうおお、うん、あ、これまだファールやってないや。俺意外とファールできたよ。マジっすか。うん、だから多分これもあっさりクリアできると思う。でもこれもね、やっぱりストーンが50個ぐらいもらえるんで、うん、うん、やっていこうかなと思っていますよ、ちゃんと。一応なんか前の動画のコメントでは、うん、全部あの始めたばっかの人でも一通りはできるようになってるみたいな、うーん、なるほど、コメントあったんでね、しぶとく頑張って50個いただきましょう。わかりました。でももうストーンも234個だよ。そうですね、うん、もうすぐ50連できるぐらいのストーンですよ。で、まあこれはこんな感じですわ。はいはい。でチームランクもね、22,600まで来た。だ A プラスはもう見えてる。そうですね、うん、まあ、残り2週間でどのぐらいいくかなっていう感じですね。で、私もねちょいちょいやったんですけど、この選手が S4 なんだけど、はいはいはい、これ甲子園行けなかったの。甲子園行けなかったの。あの全部ホームラン打ったの、はいはいはい、全部ホームラン打ったんだけど、あの8回かな、はいはいはい、で一気に大量6点取られて逆転負けで最終回も回ってきてホームラン打ったんだけど2点及ばずに負けたっていう感じで、こんな感じ。あ、レベル全部上がりましたね。上げた。で金徳かぶりとかもあって、まあもったいないところとかもあるんだけど、まあでもしょうがないかなっていう感じ、そこは。うん、ただまあ S6 ぐらいまで、まあ5は頑張れば作れるかなって感じ。はいはいはい、はい、だからそれで全キャラ作って、でまた投手もちょいちょい作ったら、俺の中でS ランクはちょっと見えたかなっていう感じはしてる。おー、やればね、ちゃんと、はい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 、ただやるのも大変だからさ。そうなんですよ、うん、明日お客さんとかが来るから空き時間やってもらおうかなとかまあそんなのこうも感じております。あ、明日のさ、お客さんとか来てなんかいろんな対決企画やろうって言ってて、はい、これのサクセスの対決したら、したらついでに作れるしさ、よくない、まあ、そうよ。まあまあまあ、いろいろ考えております。でも対決っていうよりはやっぱ結構なトップランカーの方ですからね、がお見えできると思うんで、うん、まあ、ぜひその人たちのデッキ紹介とかもしたいね。デッキ紹介とかやっぱそのアカウントでのサクセスっていうのも見たいね。見たいですね。ああ、確かに確かに、そうですね。まあきっとミストさんも来るのかな、来るみたいなこと言ってたけどな。でも明日彼はお仕事じゃないですか。うん、仕事終わりにちょっと寄りますみたいな感じでなんか連絡してたよ好きですね、パワプロ、本当にはい、ということで、まあね、昼間にはね別な動画も上げたようにハッピーマンデー、こちらをね、はい、引いていきたいと思います。まあちょっとそのハッピーマンデーでは何が出たかみたいなのはね、ぜひあの見てない方は動画見てください。ということでこっち頑張りますよ。はい、いいですね。ググります、うん、ググります。リアルです、間違いありません。あれ、メガネ女子は好きですか。あ、なんかカンパチ路線ではありますね。うん、でもなんか俺このメガネのフレームあんま好きじゃないな。あ、 PR で被ってるのか。うん、そう、なんか俺もこっちのアカウントで SR 持ってた記憶がなんとなくあったけど、うん、 PR でしたね。次レベル上げんの誰、仙道それとも投手、天城とか上げてた方がいい。うーん、甘木だな。これもチャレンジの一つですから。まあでも食いバタとかも一応コンボあるしね。金と確定ですよね、あの高速レーザーに関して。あ、そうなの。だからそこで言ったらまあ一応金とくで、これって威圧感じゃないの、選べんの。野手は確か高速レーザーと、うん、キャッチャーも確かまた違った気がしますよ、クイバタは。へー、割と使い方で言うと、あの選択肢がね広がる。あ、そうなんだ。じゃあクイバタっていうのもいいね。
そうですね、まあ、ルシファーとのコンボもやっぱ強いじゃん、うん、で一応今あの佐久間強いですけど、うん、被ってるからね、そう金とかぶっちゃってるじゃないですか、うん、でそこで言うならまあ、せちゃん金徳不確定なんで、うん、やっぱ彼女は牙静かとして食いバタ、なるほど、その方が上げやすいかもね、そうですね、佐久間のとこそのまま後指同士入れ替えて野手なら高速レーザー確定食いバタ、はい、あそれじゃん、食いバタレベル上げた方がいいじゃん、うん、かもしんないですね、うん、ちなみに固有もあって骨リベント率アップ、40からだ、はい、そうだよそうだよ、だからみんな頑張ってレベル上げたんだよ、でも選手ランクもなんか選手能力 C だから指導も割と行きやすそうだよね、はい、うん、うん、まあ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 、うん、行きやすいと思いますね、なるほど、ちょっとまた幅が広がりましたね、まあそういうことでですよ、サブアカの方もねあのいろいろやってますよ、あまためこっちだ、ちょっと抜き打ちチェックもしますか、友達になって爆死しました、無課金なんでとても悲しいです、カズさん慰めて、これはですねガチャを引くタイミング、それはあなたが欲しいと思ったタイミングではあるんですが、無課金の方は適用されません、無課金の方は SR 確定まで我慢しましょうバーイトク大さん、うん、俺らの浮きは準備されてるらしいからね嬉しいね、うん、自前45なしで SS できた、すごいね、すごいですね、だって S3 の方だよ、すごいっすね、うん、まあでもカバカリ5だから連れてきゃいいのにって思いますけど、うん、ダンジョンまだですか、ダンジョンもうちょいかかるかな、トクさんのおかげでグレーになりましたが、いいネタが思いつきません、ネタを教えてください、ネタを教えてください、うん、まあ、特の称号月ネタがもうだいぶさ、定着したんだけど、称号月の、別バージョンがね出てほしいっていう気持ちは私あるんですよ、だから称号月の別バージョンはどんなのがいいですかっていうのを考えてください、たぬきさん、それを運営側にちょっとやっぱりアピールしてっていきましょうよ、カズエンドとかけまして何と解く、面白いですね、素晴らしい、そういうことねでも俺ねもうちょいオチかもしくはもう少しなんか入れてほしかったな、うん、はい、その心はまで、ね、あ、そうそうそう徳さんの査定振り結構ためになってます、お、うん、ありがとうございます、変わらずですね、いつも楽しく拝見しております、お二人のおかげで A++ になりました、 S ランク目指してください、頑張ります、カズさんと徳さんの二人の雰囲気が大好きです、ありがとうございます、雰囲気ですからね、カズエンドさんガチャ引きまくってください、徳さんも、徳さんもだねそこ大事ですね、はい、パープロ最高、これアウト、急に出てきましたね、これセーフ、いや一回グレーにしましょう、一回グレーにしましょう、あの確認しましょう、バレンタインさんもう一回前に変えてて、うん、一回やり取りしたかもしれないです、ああ、ゲラント・トーマス総合優勝期待、 S ランク遠いな、ゲラント・トーマス、クリス・フルームさん、まあまあ、ジン君だね、ジン君に多分何かを言い聞かせてる、あマグロ君の、そういえばさ割とねマグロの R 使われてんだけど、そうなんすか、だって昨日か一昨日立ち上げた時に3人の人に使われましたですよ、マジで、って思うでしょ、いや俺だってナルミの5にしてますけど、うん、5とかですよ、5人に使われましたから、うん、何それ、ちょっとだから俺レベル上げしてあげようかなっていうか追いつかれてる、はい追いついてますよ、うん、まだまだ気配入りきってないですからね、こっからいきますよ、マグエンド特殊攻撃応援してます、メガネを外したカンパッチ、カンバッチ、カンバッチ、そしてカンパッチ、カズさん特豪月を見せないでね、これももう最初から変わらずですね、うん、そろそろ変えましょう出た、うん、もう読みにくいっす変えましょうもう、うん、動画毎日楽しませてもらいます、ダンジョンサクセス動画よろしくお願いします、あでもやっぱダンジョン期待する人もいるんですね、あ
こは難しいな。なんかあのダンジョン組としてなんかあの動画手伝いに来てください、お願いします。あの俺らのリソース的に今結構限界っす。そうなんですね、うん、週末なかなか上げられてないとかね、もうそこも含めてあのリソース限界です。助けて。母さん毎日 YouTube 見てます、楽しく頑張るので。あらうす、本図大好き、うん、でも、まあ、あーでもね、でもだ、これはこれ一回グレーにしますけど、グレーにしますチムラン。 S4 の壁が高い徳先生、 S3 から4までどこに力入れて伸ばしましたか。俺4まで行ったっけ。徳4だよお前。でもね、俺もなんか覚えてる、3から4って何かあった。あー俺もありましたね。あとね、1から2も何かあった。そこで言うと、あ、ナルミ5使ってるじゃないですか、うん、そこにルシファーを入れて、あと持ってるイデキャラで、うん、サクセスちょっと頑張ればシラスでバンバンいけると思います。なるほど。あとはやっぱルシファー連れてってコンボとか考えた方がいいよね。うん、うん、いや俺もほんとナルミとルシファーを連れていけるようになったってとこから変わった、野手は一気に変わったんで、そこでちょっとその2つを連れてってやってほしいですね。風さんの動画参考にしてます、これからも体の気をつけ動画制作頑張ってください。俊介大好き。この俊介は木場俊介でいいんですか。漢字が違うもんね。中村俊介の俊介ではないですね。じゃないよね。木場はこれ、木場はこれです。でもし、うん、まあいいや。まあでも俺と同じ俊介好きなんでしょうね。そうだね、リーグレベル6初昇格へおめでとうございます。まだだって B プラプラの方だからね、すごいね。うん、ちなみに私のこのアカウントが今日5になりました。うん、一応トントン拍子で上がってますよ。うん、だから今ストーンがすごい伸びるんですよ。うん、うん、あとやっぱり上限解放ボーナスが割と高いっていうのもありがたいね。そうですね、うん、カゼンヌさんのおかげでマグロ病になりました。ずっとコメント変わんないからね。確かにね、うん、じゃあグレーね、今日グレーで。あ、最終ログインはいつですか。あ、でもトゥデイですね。トゥデイ許しました。徳さーん、 PSR プラス5にしました。すげえじゃん。すげえ、それはあれですか、俺からの今フレンドを待っておられますか、うん、したら、いやでも俺も今50人いるんですよね、うん、そこをやっぱ俺も募集して、一回徳の中で厳選で一回整理したら、一回、いやそんなことできないですよ私は。なんで。でもそれさ、あの 今フレンドになってくれてる方のことを思ってるんだと思うけど、はい、今フレンドになってくれてる方ってやっぱり50人なわけじゃん。でもパープルユーザーって他にもいるから、たくさんね、やっぱりみんなと楽しもうってことを考えたら、なんかやっぱりそういうあの活性化じゃない、なんていうの、そういうのはしていくべきだと俺は思うよ。いやでも、うん、ここに関してもブラザーなんですよお前さ。うるせえよ。僕のフレンドに関してもブラザーなんですよ。何だよその血がつながってるんですよ。何だよその血を引きちぎるとなるとね。でも、うん、今見たら PSR50 持ってるイベキャラの人とかがいるのも、ログイン1週間前とか、うん、いて、なんかすげえ悲しいっす。悲しい時だね。悲しい時です。わかりました、大輔さん、もうしばらくお待ちくださいとのことです。はい、はい、あの特はいつか近い将来あのフレンド募集することがあるかと思うんで、その時によろしくお願いします。しゃす、木下さん、フレンド登録お願いします。いやフレンドですよ。あ、そういうことね、これ、まあ、うとくせえな。いやでも猶予与えましょう、猶予与えましょう、勝利へサクセス、これも変わらないね。最後のチャンスです、最後のチャンスです。徳光月ちゃん、私が好きなのね。大好きです、愛します。フレームさん、ありがとうございます。基本リーダーかな。いやでも笠薙 PSR3 がフレンドにいるっていう、使うことないけど俺。まあ確かにな。雑談動画でコメ読んでもらえるので、視聴者と距離が近く、カズマグロと徳光月とてもいいコンビです。あだーす、あだーす、みんな友達、僕はカンパチ、セーフ。これ書いときゃセーフだと思ってるだろう。哲くん、でもいい具合に踏んでますね、まあ、うん、
言ってじゃん、韻踏んで言って。みんな友達、僕はカンパチ。いい具合って2つだけじゃん。もう1個つけよう。プラス5の人、フレンドよろしく。これはあれだな。じゃあもう1回だけチャンスあげます。今日は風の差優しいです、うん、帰ってきたミストよりマグロ新バージョンはよ。見てくれてますね動画、うん、そっくりだよね。ありがとうございます。でも本人も気づいてたよ、似てるって。あ、やっぱりですか、うん、で明日来てもらったらサングラスかけさせるから俺。あとこのマスクも買ってくるから。カズさん、徳さん、楽しく動画見てます。仕事が忙しくて6月中撮れるかと思います。共演して、あ、そう、撮りたいっていう話したのかな。愛知、その、うん、来てくれんだったら全然撮りますよ、うん、ご検討ください。ボンボンさん、ボンボンならね、うん、フレンド解除はやめて。いや、 R のカンパッチ行きましたね。かけてきたよ。いやついに来ましたね、うん、でも本当フレンドだから多分みんなマグロだったりカンパチにしてくれてるんでしょうね。そこが嬉しいよね。嬉しいです、うん、本当に。俺でもそろそろ俺もカンパチにしたいな。カンパチの SR 手に入んねえかなマジ。カズさん大好き、動画見ても、これだって前もこのコメントでしたから、もう読んだよ。次に進みましょう。変えてこ、頑張るぞ。これアウトだな。ただグレー、グレー変更お願いします。カズさんはマグロ、徳さんショーウェイス、僕はヘビシマニー。もしかして、もしかしてメタル村田。あ、その可能性もゼロじゃないな。無課金なんで誰でもフレンドになって、野球マン1号カズエンドさん一緒に無課金頑張りましょう。頑張りましょう、頑張りましょう。これはセーフですよ、全然問題です。一緒に頑張りましょう。野球マン1号はいいよ、キャラ的に。そうですね、変化球あの1キャラ食べられますからね。うん、ふっふっふ、私は宇宙の帝王フリーザです。カズエンドさんにデスビームよろしくお願いします。ノーコメントで言いたいと思います。デスビーム、デスビームなんかあったっけ、フリーザ。いや、ありますあります、デスビームっつって。あったっけ。フリーザはでも強いよね。強いっす、うん、でも俺ドドリアさん好きだったよ。ちょっとカンパチに似てるでしょ。いいで、ね、確かに。ザーボンさんもいいっす、ね、ザーボンさん。ウォー、これアウトだよ。ウォーは、あ、これでもフレンドになれてウォーなのかな。ああ、あるかもしれないです、うん、カリーでも変えましょう。割とずっとこれだから俺知ってんだよ。無課金です。徳さんを目標に頑張ってます。カズさんのフレンド登録ありがとうございます。でなーだ、頑張りましょう。2万4000サバーカス S ランク頑張ってください。 YouTube 動画楽しみにしてます。 OK です、頑張ります。ありがとうございます。振り袖じゃないのが残念です。カズさん頑張って、無課金はいつまで持つか。これこれ誘ってますね。あのさ、田中さん、ここでやるんだったら向こうでやるよ。ですね、うん。知らすで基本再利固定、カズエンドは俺の嫁。コメントがしにくい。まあでもありがとう。みんなの友、ミサーカンパチ。カンパチ。みんなの友、いいですね。カズエンドさん、サブアカイスランク、お待ちください。カズエンドさんの動画見てパワープロ始めました。自分も無課金です。フレンドに感謝。こういうコメント嬉しいよ。嬉しいですね。こういう人増やしたいですから。ただ無課金の割には SR5 までした。すごいね。強運で、強運の方ですよ。これはすごいね。強運の中の強運ですよ。強運だね。強運です。なんかそういう中国人いそうだね。運強もいそうです。運強もいそうだね。俺の友達でシャー・オー・キョウって呼んでる。シャー君って呼んでるから。はい、じゃあそんな感じでですね、あのサバーカも頑張ってまいりますんで、引き続き皆さんよろしくお願いいたします。サブアカのフレンドに関してはですね、この今16名お待ちいただいている形なんですけども、他の方がね解除されたりとか、あの自動で削られ、なんていうの、私のとの解除したりとかね、されたタイミングでどんどん申請していくんで、根気強くお待ちください。今待たれている方はこの方々です。ちなみにここのあれは見れないんですか？見れないんですよ。ああ、見れないんだ。いいねー、マグロコラボ。これなってあげたい。これなってあげたい。うわ、エリム
ルスさんすごいよ。だって PSR プラゴから2人来てるすごいな。 R だからねすごいな。いや嬉しいですよ。はい、あの皆さんどうぞあの気長にお待ちください。あの次はナリさん承認しますんでお待ちください。ではそんな感じでまた動画でお会いしましょう。バイ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 。